皆さんこんばんは、コインオタクの伊藤です。本日も始まりました暗号資産 2.0、ツイッター生ライブで、お届けしていきたいと思います。30分間、やっていきますので、ぜひぜひ皆さんとですね、暗号資産の市場の見解を知見を深めていきたいなというふうに思います。では行きましょう。先週の続きからという形になります。エビさんからいただきましたご質問ですね。これは、まあ、ちょうどね、まさにあの先週コインオタクで記事取り上げてて、わーっとこうね盛り上がってたところのご質問いただいたんですけども、ファイルコインのマイニングに参加しようと思うんですが、公式サイトを読んでも正直ちゃんと理解ができませんでした。もう少し説明をしていただきたいですというところをご質問、ご意見いただきましてありがとうございます。このね、公式サイトを見るって非常にいいアプローチですね。で、公式サイトでですね、おそらく難しかったと思うんですが、まずね、難しい理由一つ目はですね、マイニングの話が出てません。はい。マイニングはですね、そのビットコインのようなマイニングをイメージしているとですね、ちょっと違うんですね。どういうことかというと、一定のこう全部ルールがね、平等に出されていて、それで誰しもが参加できるっていうのがビットコインのマイニングだと思うんですけども、ファイルコインに関してはですね、全員がマイニングできません。ですね、今だと100社かな限定でもう、まあ、その会社側が選んでるんですね。ここ OK、ここ OK という形で選んでるところになりますので、個人のマイニングは実はまだ非公開という形になります。将来的にはもちろん設計されてるんですけども、まだ法人のですね、スーパーノードと言われるマイニングすら始まっていない状況なので、個人向けのマイニングっていうのがまだ始まっておりませんというところになりますので、ぜひぜひ、なんだろう、まずはちょっとね、こう法人向けのマイニングがどうやって動いてるか見ていただいた後に、個人向けで参加していただければなというふうに思います。今ね話してて思ったんですけど、もしかするとその法人向けのマイニングの公式サイトを見られてる可能性もありますね。はい。その場合ですね、おそらくどのスーパーノードって言われるところとかですね、大手マイニングプールっていうところもどこも一緒だと思うんですけども、ハッシュを貸すみたいな形がビットコインのマイニングであったと思うんですが、それと一緒でですね、データサーバーを一定のデータ量で貸すという形になってますので、個人の方が参加しやすいようにね、割って提供していると思いますので、もうこれに関してはですね、ご自身でどこの業者さんが良くてどこが一番いいのかというところを比較してみていただければなというふうに思います。基本的にはファイルコインのマイニングの仕方ってどうやってやるのかなっていう技術的なアプローチを乱しちゃうと、公開されてませんので、結構ねドツボにはまってしまったりしますと思いますので、ご注意ください。はい。コインオタクでも記事書いてますし、コインオタクだけじゃなくてですね、もういろんなところがですね、ファイルコインのマイニングの参加の仕方って記事書いてますので、ぜひいろんなサイト見てみてください。はい。ではジュンジュンさん、ですね、ありがとうございます。これまた、懐かしい銘柄ですけども、リップルアルファですね。リップルアルファについて知ってることがあったら、教えてくださいというところなんですけども、あんまりかかってなくてですね、リップルアルファ、ちょっとね、このジュンジュンさんからのご質問いただいてちょこちょこっと調べたんですけども、先月ね、上場廃止で、今月上場暴落みたいな形らしいですね。まあこれもう事実なんでね、もうそのまんま伝えてるんですけども、まあ、なかなかスタートダッシュとしてはあんまりよろしくないような、なんか今なんか久しぶりなワードになると思いますけど、一応今のところ ICO 割れをしているというような形なので、投資されてるから気になっていると思うんですけども、ぜひ、ね、ちゃんとどこに上場してるかとか、多分ね、これ、保有してませんから、伊藤が。なんで、追っかけ出てないんですけども、追っかけてる方からするとですね、多分ちゃんと今回の上場もちゃんと終えてた方がいいと思いますね。多分今、伊藤が、調べて分かるぐらいのものに関しては、ぜひご自身で取っていただいて、で、この後どうですかみたいな話であればですね、やっぱりこういうスタートダッシュをしたものって、ちょっとやっぱ復活は厳しいというか、時間がかかりますね。これはもう、別にリプルアルファどうのこうのっていうか、他の相性がほとんどそうだと思います。もう価格が一回落ちちゃったらですね、そこからこう上げていくのって結構大変なんですよね。なのでちょっと時間がかかるんじゃないかなというふうに見ております。ジャスミンについても、ジュンジュンさんご質問いただきました。ジャスミンはもう配布されてるんでしょうかっていうねご質問いただきました。でこれ、2つジャスミンの配布の話ありまして、1つはもともと参加された方ですね、トークンを買われた方で、もう1つがですね、最近コロナかなんかだったと思うんですけども、何か世の中のために配布しますみたいな
ものがあったんですね。この2つが、あるんですけども、これ両方とも、まだ配布されてませんし、後半のものに関してはですね、あの本物かどうかっていうのがまだわからない状況だと思いますので、ね、まだなんだろう、なんかこうただでもらえるから、ね、急げみたいなことやっちゃうとちょっとこうね、あの相手の思うつぼになったりしますので、こうやっぱね、こういうの詐欺が多いんですよ。ただでもらえるよみたいなものが仮に本物だったとしても、それを嗅ぎつけた偽物がですね、あの狙ってますから、そういうのはね、あのちょっとよくよくご注意いただければなと思います。今のところ、配布はされてません。はい、カムレモンさん、ありがとうございます。伊藤さんは仮想通貨持ってますか？もしお持ちなら銘柄教えてください、ということをね、いただきました。ありがとうございます。おそらくこれポートフォリオをどうやってバランスで持ってますかっていうのを聞かれたいと思うんですけども、あのやっぱりね、仕事でやってますので、あのお付き合い的なものもありますし、ね、まあ、言葉を選ばなければ買わされたものもあったりしますので、あのあんまり全部をね、伝えてもしょうがないと思います。ただ、あの伊藤さんが好きで自分で、あの自ら買ったのどれですかという話であればきっと参考になるんじゃないかなと思うので、まずですね、あの当然あのメジャーのものは持ってますよ。全部あのビットコインとかイーサリアムだとかリプルだとか、あのそれは別になんかあの投資だっていうよりもやっぱりあの使うんですよ。使うのは僕らだから使うんです。例えばリップルプレゼントとかやってるわけですね。リップルプレゼントやってるのにリップル1枚も持ってないとですね、もしね相場がパコンって上がった時にリップルまた買わないといけないっていうのがあるので、ある程度なんかその メジャーでなんか日常的に使うというかビジネスの領域で使うのは、常識の量だけ持ってます。で、あえて持ってるものっていう形で言えばですね、やっぱコスモスとか、ですかね。あのもちろんコインオタクであのこう、ね、PR 活動してたりとか、あの応援してたりとか、普段伊藤が言ってるような銘柄はあの当然持ってるんですけども、あの、まあ、そういうのでね書いてないんだけどあえて持ってるものを今伝えてるんですが、あまりねコスモスってあのコインオタクでは書かないですけど、まあ、コスモス持ってますし、あとイオスもね、あの、まあ、ステーキングっていうかイオスの、まあ、ステーキングとかやってたりしますので、まあ、持ってますね。あの結構あのやっぱりいっぱい持ってますよいろいろなものを、まあ、ただなんだろう、伊藤が持ってるからいいっていうものではなくてですね、あの伊藤思想で選んだりしますから、あのビットコインサトシビジョンもね、持ってたりするんですよ。はい、まあそうもう結構なんか並んでるものいっぱい持ってますというふうに認識していただければあの間違いはないと思います。シャールさんかな、セントラリティがメインネットに移行する前でいろいろなファンダ出てきそうで期待してるんですが、伊藤さんはどうですかというね、いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。セントラリティいいですね。ステーキングが始まってね、これからどんどん、保有する人も増えてくると思うんですけども、やっぱりね、あの売買がしにくいっていう部分がちょっとあるかな。もっとねメジャーな取引所にどんどん上がっていっていただけると結構やりやすいんですけども、まあ、多分保有したりとかですね、ステーキングしたりっていうのはあると思うんですけども、他のインフラをねもっと、整えてもらった方がいいなというのはね思いますね。まあ、これは別にセントラリティに限ったものではないんですけども、自分だけ知ってるみたいな銘柄って最初はいいと思うんですけど、永久的に自分たちだけが知ってるだって意味がないわけですね。もっと広く知ってもらわないといけないので、そのもっと広く知ってもらうための仕組みどこにあるのかなとか、戦略どうなってるかなっていうのは結構気にしたりしますね伊藤は。はい、HN さん、ありがとうございます。バイナンスコインが欲しいのですが、バイナンスを日本人が利用できなくなるという話を聞きました。これは公式に言ってます。はい、バイナンスが言ってます。はい、利用できなくするよと言ってます。はい、買うことはできますか？今は買うことができます。またバイナンス以外で買える取引所ありますか？一応ですね、バイナンス以外でも、買えたりはします。まあ、そんなに多くはないですけどね。はい、で多分 HN さんの、理解であればですね、その海外取引所の口座をあんま持ってないんじゃないかなというふうに思うんですが、あと英語をあまりこう読まれないかもしれないですね。あのバイナンスはですね、まあ取引所はですね、結構うちは日本人ダメだよっていうのは結構書いてるんですね。でバイナンスもそのうちの一つです。で、じゃあバイナンス以外だったらいいのかって言ったら、バイナンス以外もそうなんですよ。なので、大事なのはですね、バイナンスコインを、まあ、取引ができて、で日本人を禁止してないところを探すってことなんですけども、これはあのやっぱこういうね、あのメディアの状況ではなかなか言いにくいんですけども、一応日本人が対象と日本人を対象にビジネスやることは違法行為ですから、なので
海外取引所っていうのは、その時点でもう法律すれすれ、なんならものによっては違法という形になってますので、あんまりこうね、ここいいよって推奨しにくいものではあるんですね。なのでもうご自身で調べていただいて、まあ、ここだったらいいだろうという形でやっていくのが、まあ、今ね、なんか許されるというか皆さんが活動されてるのがそこだって感じですね。で、HN さん、じゃあ自分で調べるのどうやってやるのよというのが疑問に思うと思うので、そこに関してはコインマーケットキャップというですね、サイトを見ていただければ、大丈夫です。このコインマーケットキャップはですね、バイナンスが買収してますので、おそらくバイナンスに関するものに関しては、情報はかなり早くアップデートされるんじゃないかなと思います。さあ、今ねリアルタイムで、ご質問いただいているところもありますので、ちょっとリアルタイムの方も行きたいと思います。こちらとですね、名前が反映しないんですよね。なのでちょっとご質問だけ読み上げていきたいと思うんですけども、半減期に向けてモナコイン、201円で購入したんですが、損切りした方がいいでしょうか、チャート分析をお願いしますというのをですね、今いただきました。ちょっと待ってくださいね。モナ、そうですね、モナも先週もすごく盛り上がりましたね。やっぱ半減期っていうのは皆さんの中で結構なんだろう、いいファンダだったんですかね。なんかちょっとモナサイドの人とあんまり交流があるわけではないので、どういう意図で半減期の話をモナの人たちがしてたかわからないですけども、よいしょ。さあ、なるほど、チャート分析って言ってもですね、でも先週もお話ししたかもしれないですね、そんなになんかめちゃくちゃ悪いわけじゃないですよというのはお話しましたね。持った価格がちょっとよろしくないですかね。今201円でっていうことだったんで、結構頂点でお持ちですね。そうですね、まあなんだろう、めちゃくちゃやばいですよっていうようなチャートではないので、なんか そんなに悲観しなくてもいいんですけども、その例えばご自身で売り時がわからないとか、もうパニックになっちゃうような持ち方とかね、例えば過剰に持つとか、そういうのはしてる場合はもうある程度こう切っちゃった方がいいですね。例えばこうもうちょっとね、行く末を見れる、例えば、これも勉強だと思えるというぐらいな規模であればですね、全然今は持っててもいいかなと思います。これね、短期的な暴落があったのかな、まあ確かにモアにしては価格の落ちが大きいかなっていうのはありますけども、なんかじゃあここね、下げを見ると一生そのまま下まで下がってしまうっていうね、気持ちになりますけど、やっぱりある程度こうね、価格っていうものはこう切り上げてまた下がってて、こうこう波を描いて上がってったり下がってったりしますから、そんなに今一瞬はこうバスッと落ちてますけども、そんなになんかめちゃくちゃやばいなって思うもん感じはしませんね。ただ割っちゃいけないラインに今差し掛かってる可能性はありますね。なのでこれごめんなさいね、今トレーディングビューで開いてるわけではないので、ちょっと正確な数字がわからないですけども、190円割っちゃったらちょっときついかもしれないですね。今ちょうどだと思いますけど、190円ぴったしだと思いますけど、多分188円とか割っちゃったらもう、おなんか潮目変わったかなって思うかもしれないですね。まあ損切りした方がいいですかっていうところであれば、その今イエスオアノーっていうよりもですね、だいたいこれぐらいの価格までいったらちょっと潮目変わったよねっていうラインを決めた方がいいかなと思います。188円ぐらいがちょっと怖いかなって今思いました。ざっくりと見た感じですけども、参考にしてみてください。本日の BTC の下落の理由は何でしょうか。やはり直近では1万ドルの壁は伊藤さんも厳しいと思いますか、というところでご質問いただきました。ありがとうございます。下げ、直近の下げ、今日ってそんなに暴落してましたっけ。1万ドルはね、全然まだタッチするようなラインになってませんね。6月のレポートも書いてましたけども、今ちょうど放送前に、1万ドルタッチしたの1回だけですからね、1日だけですからね。ああ、なるほどなるほど。結構なんかシンプソンチャートっぽいですよね。いわゆるその1個前の上げの反発が出てますよね。こうバンって上がったらやっぱり同じだけガン下がるみたいな、ことをやってますね。これは多分どこのメディアでも今日下がったっていうのはあんまり騒いでないと思いますね。これをもうなんだろう、ちょっと俯瞰して皆さんがどういうチャートを見てるかをあれですけども、例えばトレーディングビューで今見てるのがですね、日足で伊藤がトレーディングビュー見てるんですけども、なんだろう、10日に1回あるんですよね、これぐらいの
下落が。なのでやっぱこうね、あの日常なんだと思います、ビットコインの普通の振る舞いで。じゃあずっとこんなんかっていうと、実はそうではなくて、あの半減期以降のなんですよこれは。で半減期以降のこのボラの高さっていうのがまだ収まってないよねというところなので、やっぱりあのなんだろう、大きく張らないし、こういう相場だと。あとあのね、トレードをやってる方もいらっしゃると思うんですけども、あのあんまりこうレバーかけないとかですね、そういうような相場になってます。あの勝負師だったらですね、めっちゃ面白いって言うと思うんですけども、全然今落ち着いてないので、上がったり下がったりを非常に繰り返してると。で、1万ドルの壁なんですけども、おそらく7月の1週目ぐらいにですね、また方向の切り変わるタイミング来るんじゃないかなと読んでまして、そこで切り上がるんであれば8月には1万ドルいくと思いますよ。まあ、なんでちょっと未来の係数に、また未来っていう話なんで、不確定要素満載の話を今しましたけども、7月中に1万ドルっていうのはよっぽどです。 これはよっぽど、はい。なので、ゆるーくあの上がっていくのか、このまんまいくのか、ゆるーく下がっていくのかみたいな感じですね。それはあのファンダが、めちゃくちゃでっかいファンダが今ないからです、はい、というような見方をしております。参考にしてみてください。こんばんは。TAB ですね、これはツールですね、運用してますが利益がなかなか出ませんと。利益が一時、あーなるほど、ツール自動売買ツールをやってて利益が出なくて、一回利益が飛んでしまったので裁量をさらに加えて、自分でやってますと。でこの先 TAB 大丈夫でしょうかというねご質問いただきました、ありがとうございます。TAB 今通貨ペア何でやってたんだっけな、ちょっとあんまり糸がですね動かしてないんであれですけども、おそらくあの相場によります、相場によります。で、強い相場はあの弱い相場って出てきます、ツールなんで。なんだろう、考え方が外部環境によって、あこうなったから変えようっていうふうにはツールはできませんから、その強い相場、弱い相場というか悪い相場っていうのが絶対ありますので、それはもう運用していく中で、あこうなったらこのツールいけるなとか、こうなったらこのツールきついなっていうのが出てくると思うので、それでなんだろう、オンオフをしていくことで、パフォーマンス安定すると思います。僕はですね、いつだったかな、2015年とかでしたっけ、そのすごくレンジでですね、すごく安定してた時があったんですよ。その時にツールずっとやってたんですけども、テポドンの騒動があった時にやめましたね。全く分かんなくなってですね、そのツール、大体があの安定相場に強いツール多いんですけども、やっぱこう不測の事態があると結構怖いですね。例えばこれから多分あると思うんですが、トランプ大統領の大統領選があるじゃないですか。ああいう時に動かしてたらですね、かなりきついと思います、ツールは。なぜバイナンスは日本語対応を再度始めたのでしょうか。バイナンスがアナウンスをしている以外の思惑なんかありそうですか。あいいですね、裏の意図をね読もうとする感じいいですね。バイナンスが、アナウンスしている理由はですね、日本人じゃないよと、日本語を使う海外居住者の人向けに、ニーズがあるから、日本語やったんだよ、いわゆる海外居住の日本人にニーズがあるんで日本語対応しましたというような感じの言い訳っぽいですよねやってますが、多分これはですね、多分バイナンスは否定すると思うんですけども、至極当然にですね、日本のユーザーを取りたいからだと思いますよ、はい。で、こうなるってことはバイナンスジャパンの構想は遠のいたと言えるのかもしれないですね。これでバイナンスジャパンをやりますって言ったらどうすんの、立て付けっていう形になりますね。グローバルで今バイナンスが取ってる戦略はですね、ローカライズ戦略を取ってるんですね。バイナンス US があったり、バイナンスコリアとか、なんかこういっぱいバイナンスジャパンっていう構想が、これから来るだろうと、だからその準備だろうという形になってたんですけど、その準備をはしご外してるわけですから、やめたのかなというのが、このニュースだけで、なんとなく、あ来ないんだみたいな形にはね、なりそうです、はい。BTC を、取引所で保管してます、今後クールウォレット、コールドウォレットね、クールウォレットで保管しようと思うんですが、おすすめの保管はありますか。いわゆるインターネットにつながってないウォレットを使うってことなんですけども、当然それはいいことだと思いますし、レジャーナノとかなのかな、今メジャーなのは。伊藤はですね、今検証をしている中でですね、カードウォレットっていうのを結構いただいていてやってるんですけども、なんかね、ハイテクで面白かった。ウォレット持ち歩いちゃダメです。ウォレットを持ち歩くっていうのは結構リスクが高いので家に保管しておくべきなんですけども、今逆のこと言いますが、レジャーナノって
フラッシュメモリの形じゃないですか。これ持ち歩きすごいしにくくてですね、カードウォレットは比較的持ち歩きがしやすくてそれは好きですね。ただ普段ビットコイン持ち歩くかっていうとですね、そんなに持ち歩く機会ないと思うんで、普通は自宅で保管をするそのレジャーなのとかの方がいいかなと思います。あ、ユーロドルなんですね。ありがとうございます。イーサリアムの今後の予想を、教えてくださいっていうところをいただきましたね。じゃあこれであのリアルタイムのやつは一旦置かせていただいて、イーサリアムの今後なんですけども、イーサリアム僕はもう一回再評価しております。もともとですね、その、まあ、結構ねあのこの市場って評価変わるんですよ。まあ、この市場だけじゃなくてあの全部どんな金融商品もあのどんなビジネスも評価って変わりますよね。で、評価が変わるスピードが速いのは確かにこの業界の特徴、暗号資産の特徴なんですけども、イーサリアムもともとイーサリアム離れを起こしてたんですね。むしろイーサリアム作ってる人たちが、自ら離れていってましたから、技術者が それは離れますよね、投資家も。でやっぱりあのイーサリアムをもう一度あのなんだろう、こう再認識というかですね、再評価する流れがあって、まあ、あの技術者が戻ってたりとかですね、市場の取引所がこう認識 してたりとかですね、イーサリアムがやっぱりいいなというふうに思ったりとかしてますので、僕はまたポジティブに見てます。もう一回来るんじゃないかなと見てます。ただ、最近今ロードマップ発表しましたけど、やっぱりイーサリアム 2.0 が成功するかどうかというところが結構大事なんじゃないかなと思います。そんなにあの悪い印象は今イーサリアムにありません。はい、参考にしてみてください。さあ、次、チャットの方にですね、いただいているものですね、バンドのチャットにいただいているものいきたいと思います。工藤さん、ありがとうございます。プログラミングをやったことないので、このコインは〇〇の開発言語を使用していると書いてあってもよくわかりません。気持ちはわかります。はい、この言語を選ぶ定義はどの言語が優秀かとではなく、目的によって変わるのでしょうかというところなんですけども、ありがとうございます。あのもちろんおっしゃる通り、あの目的によって変わって、まあ、優劣っていうのはなかなか作りにくいと思うんですけども、あの開発言語はですね、なんだろう、これもちろんあの専門の方に聞いたのが一番いいと思うんですけども、我々が、やっぱり評価するときにはですね、どれぐらい、技術者の方が、使い勝手がいいのかですね、技術者がいるのかとか、それでちゃんと開発できているのかというところを気にしますね。あのやっぱりあのなんだろう、ブロックチェーンとかもそうだったんですけども、ブロックチェーン技術者っていうものが不足したりするわけですよ。あの一番最初の市場ね、さすがに今はもう余ってるぐらいいますけども、あのブロックチェーン技術者が不足しましたってなるとどうなるかっていうと、何するでもコスト高なんですね。なんで結局これ昔のホームページ HTML の時代もそうだと思うんですけども、今だったら例えば学生がアルバイトでね、あの1万円でホームページ作りますよっていうものが成り立つじゃないですか。まあ、あの物によっては無料で作りますっていう人もいますからね。でも昔はそれが HTML でホームページ作るのは100万円ですっていう時代だったわけですね。これ人がいないから、ね、作れないっていうところになりますから、あの開発言語があの、まあ、多岐にわたって人材が豊富にいるっていうことは、プロジェクトを推し進めるにあたってすごく大事な要素になります。はい、レグワリさん、すみません、英語読めなくて、はい、ICO ブーム、これって、ね、ちょっとね長文いただきました。ちょっと読みながらいきたいと思うんですけども、A 代以外の投資は外れましたっていうところですね。で、マイイーサウォレットの話ですね。長い間マイイーサウォレットから離れていて、久しぶりに開けたら、まあ、秘密機で開かなくなっており、マニュアル見ながらメタマスクにイーサ同期して、回収できました。まあ、これはすごいことですね。ここまであの自分で解決するのはすごいことですね。でここから質問ですね。長く放置している間にウォレットが使えなくなったりバージョンアップして訳が分からなくなることだらけです。これはもう本当おっしゃる通りですね。ブロックチェーンウォレットも、しばらくぶりに開けたら、まあ、ブロックチェーンインフォ、今ブロックチェーン .com っていう名前かな、はい、総額、保有しているコインの総額とか、が読み込めませんでしたと、ね、赤文字だらけでエラーだらけで不安になりました。履歴を見ると確かに入金はされているんですが、資産が表示されないのは不安です。表示がエラーでも送金ボタンを触ると保有されている額が出てくるので心配なくてもいいでしょうかというご質問です。やっぱりですね、これはね、いわゆるブロックチェーンウォレットで、今エラー出てるけど金額見えるから大丈夫ですかねっていうご質問だと思うんですけども、やっぱこういう状況を放置してずっとやっていくのは結構危ないです。で
安心していただきたいのが、ウォレットっていうのはですね、その復元キーが あれば、復元がずっとできますので、その復元するキーだけは、絶対になくさないようにしてください。例えば、ね、極端な話、10年後20年後に、なんかこうアクセスした時に、あ、ページエラーだみたいな、ね、出てくるかもしれませんよね。そのドメインがもう更新されてないとなった時に困ったなってなったとしても、アクセスブロックチェーンにアクセスするためのキーとしてその復元キー残していればですね、技術者であれば取れますから。なので、ウォレットのいわゆる UI の部分を見ててバージョンアップしますよね。あ、このアプリ使わないといけない、何使わないといけないとか、いろいろあると思うんですけども、基本的には一番なくしてはいけないのは、多分マイサウォレットとかだと24個の復元キーってキーワードあると思うんですけども、英語のあれがあれば後で、なんとかするっていうことができます。まあそこまで放置してはいけませんけどね、はい。で、もしエラーがあるのに使えるから使ってますみたいなものはですね、やめた方がいいです。というのはですね、ミスが起きる可能性があるからです。もともと本来の使い方になってないわけじゃないですか、エラーが出てるってことは。なんでエラーが出て何か使い続けるのは本当に気をつけてください。で、最近あったニュースでですね、手数料で 1. 何億円分のイーサリアムを送金しましたっていう、これトラブルがあったんですね。で、これは、別にウォレット側のトラブルではなくて、その指示を出している多分これサーバーかなんか API かなんか組んでると思うんですけども、その指示ミスなんですけども、指示ミスがあっても反応してそのまんま行っちゃうんですね、資産が。ということはエラーが起きてるのに使ってるってことは、どこかで想定外の送り先に届いたりとか、想定外のものが送られたりとかっていう可能性が出てきてしまいますので、エラーが出てる時点ではもう使わないというか、また新しく作り直してエラーが出てないのを確認して入れ直すということをしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。同じ、レグアイさん、ビットコイン FX のお誘いがありましたが、TAB と比べてどちらが難しいでしょうかというねご質問いただきました。ありがとうございます。難しい、利益を取るのはどっちの方が難しいか、簡単かみたいな話だと思うんですけども、基本的にはですね、そのご自身によるんですね、その相性というか。例えばですよ、株式でやったときに、じゃあ、なんだろう、大手とベンチャーの株式、全然違うものなんですけども、どっちが得意、不得意かってなったときに、人それぞれなんですよね。例えばベンチャー側の仕事をしている、例えば IT 系の人だったら、ベンチャー株の方が結構分かりやすかったりするんですよ、自分の産業だったりするし。で、例えば、その大手になってくると、もう、なんだろう、その若ければ若いほど、なんだろう、こう、つながりが分かんない感じしますよね、多業種すぎて。で、これってなんでこことここが連動するのみたいな話をまた勉強しないといけない、多業種を勉強しないといけないから難しいみたいなものもあると思います。で、これはですね、取引の通貨ペアにも影響しまして、例えばめちゃくちゃビットコイン詳しいんだったら、詳しくて為替が苦手だったらビットコイン FX の方がいいわけですよ、それは。なんでどれぐらい詳しくて、どれぐらいナチュラルにそこの通貨ペアの話題が入ってくるか。よく言うのがですね、5ドルとかやる人いるんですけど、本当にオーストラリアの、首相の名前知ってますかとか、ニュースどうやって撮ってますかとかって聞くとですね、全く分かんないみたいになった時に、そのメジャー銘柄だからやってるみたいな方がいらっしゃるんですけども、やっぱりこう情報が取れないような通貨ペアをですね、触らない方がいいです。はい、想定外、そっちの世界だったら常識なことをこっちは知らなくて、その当たり前のことに足元を救われる可能性も出てきますので、そういったところはご注意いただければなというふうに思います。さあ、本日ですね、すいません、また本日もですね、いろいろなお話をさせていただいて、全部いかなかったんですけども、ちょっとお知らせだけ、入れさせてください。コインオタク全国セミナーを行います。札幌、神戸、大阪、東京、横浜という形でやります。これは初心者の方向けの、セミナーになっておりますので、ぜひ近くに、近くに来てくれるなと思う方はですね、ぜひぜひ、参加してください。もちろんイベントはですね、今政府が出しているイベントポリシーにのっとってやりますので、上限があります。各部屋全部20名までという形になりますので、今まだ、全部埋まってるわけではないので、こう応募できるんですけど、だんだんエリアによっては埋まって応募できなくなりますので、早いもの勝ちと、先着でやっていきます。
という形になりますので、ぜひぜひ応募してください。この URL に関してはですね、後ほどツイッターの方で、ツイッターと、バンドの方で、投稿させていただきます。というところで本日は放送以上とさせていただきます。本日もご視聴たくさんのご意見いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。